でもじゃあ、とりあえず今日ね、3月3日ですね、本当に早いな、年の数があれですね、日が経つの。とりあえず2021年とか、今日が最後になります。動画撮っていきたいと思います。そうですね、まあ、とりあえずツイッターにも書いた通り、あれか、火曜日、そうですね、まあ、出かけてて、まあ、3店舗はしごしてって感じなんですけど、今行ってきました。まあ、横浜、新宿、渋谷とね。そうですね、本当に疲れたんですよね。横浜、あの、まあ、今回か、まあ、その3店舗が気持ちよかった。あの欲しいものが3店舗にしかなかったんですよ。ちょうど横浜にしか売ってなくて、渋谷、新宿にしか売ってないって感じで。もう最悪だったんですよね。で、あの、まあ、すごいことに。まあ、その以外にもね、インデタ1店舗で揃うかなと思ったら、インデタがまさかのね、3店舗で揃う、3店舗でやっと揃ったみたいな、あのクソみたいな逆でございますね。とりあえず今回買ってきたやつ紹介していきたいかなと思いますが、じゃあまずこれからいきましょうかね。はい、今回買ってきたのはこちらと、こちらでございますと、どこでしょうと。はい。とりあえずこれね、103系のキットなんですけども、前回ね、中古でウグイス買ったと思うんですけど、4両、それ以上になぜか異常に増えております。そして抜け毛が切れます。そうですね、一応こちら買ってきました。で、一応これ、全面のカプラですね。運転台用のやつカプラ、一応接着剤で固めております。そして屋根もね、ベンチレーター穴開けて、で、見えるかな見えるかなって言い方あるんですけど、とりあえずはそうですね、ここっすね、上ここの、3両、一応ね、ベンチレーター穴開けてません。一応こういう感じですね。クーラー、ごめんなさい、こっちは開いてたわ。あれ、どれだ、開いてないの。あ、こっちですね。ここ3台ですね。これと、これ、これと、あれどこだ、わかんねえ。多分そう、一回何回かね、屋根ひっくり返すんだよ。一応ここですね。ここが3枚、あ、そうです。こっち3枚ですね。で、ここの2枚あるだ。良いの区画ですね。一応今回ね、クーラー全部、してますんで、一応ね、ほぼマルチシャツで、そろそろ発火しないと思うんで、組み立ててもいけるんですけどね。で、今回何買ったかと言いますと、ちょっと上下に飛ばして。よいしょ。今回買ったのこちらっすね。よっ。そして、はいと。一応ね、これ、3点セットと4点セットでございます。まあ一応ね、中身の人も全部ああいう風に組み立ったりしてるんで、一応ね、大した紹介にはなんですけど、まずこちらっすね。ウグイスのキットっすね、前回買ったやつって、あれ前回買ったのどれだっけ、ちょっと待って、つまいじがどこ消えた。前回も、ウグイスのキット買ったのこれか。ごめんなさい、これ前回買ったやつ。これ多分そうですね、前回買ったやつかな。多分そうですね、これ一応そうですね、この、このだ、小判型なんで、これ多分前回買ったですね。一応、今回買ったのは、これですね、1230T の新しいキット。まさかのね、これどこで買ったかするんですよ。横浜で買ったのかな、一応ね、小判型になったんですよね。小判型とか、こっちの看板になったんで、これ古い、新しいやつなんですね。まさかの古い箱かなと思ったら、バリバリ新しいのが出ちゃって、まぁ、ちょっとボコボコなんですけど、箱は。まぁ、別に悪いんだ、箱は。一応、この中にね、この前回買ったウグイスとかの、いらない床下、全部この中に放り込んでおります。で、そして、こちらですね。まあ、前回買った、スカイブルーか、中古で買ったスカイブルーが、床下があの古いやつだったんで、今回の新しいのに、まあ動力とかもそうですね、一応ツインモーターと壊れつぶるで絶対喧嘩するんで、一応今回基本セットの床下セット1個と、ウグイス中間、特に、ごめんなさい、ウグイススカイブルか、スカイブルのもね、前回やったその、なんだっけな、まあ6両のあれなんでいいんですけど、ウグイスの方ですね、あのサハとモハの床下10段パだったんで、今回モハに揃えようということで、一応モハね、床下2個買ってきてます。一応それでね、接着剤あちらでございます。で、今回買ってきたキットこちらっすね。まずこっちか、1235T の、初期車ですね。あの、ライトがこの普通のデビュー当時の丸いやつ。で、もう一個こちらですね。123、128の小判型のですね。一応2個買ってきました。で、一応、あの、これに関してはね、そうですね、ツイッターで言ってるサーハータリンでサーハータリンってこいつのことなんですよね。多分ね、分かる人には分かると思うんですけど、俺が使おうとしてるの、森の12ってやつ。森の 12? あの、大阪環状線にいた、本当は相方が工運転台なんですけど、いつか分かんないんだけど、なんだっけな、ひねの似たやつかな。確かひねの似た工運転台のやつね。まあ、戦闘車が取り返されて、まあ、面白いことに言って、なんだけど、どっちかが忘れたんですけど、一応3、まあ、クハ、モハ、モハ、サハユニット、モハユニット、クハなんですけど、片っぽのサハが 30N、片っぽの、サハが、未更新、真ん中のモハが 40N、あ、真ん中のサハが、ね、40N っていう、なんともチンプレイコープレイみたいなね、その3点セットのオレンジが、ね、あったんで、一応ね、今回その、6両だけね、作れるように買ってきました。まあ、一応残った、ね、クハに関しては、まあ、美味しくね、まあ、別のモハユニットと、ね、組み合わせる編成があるなら組み合わせるなりなんなり、してね、美味しくいただこうかなと思っております。一応そんな感じで今回は、キット類がこちらですね。で、今回はレシートの変動って言ったら、レシートどこにいたっけな、確か何個のキットの方がいいと思うんだけど。一応ね、ボディとかね、ガラスに関してはもう全部切り刻んで、その車両ごとに分けて入れてるんで、意外とね、やることはやってます。意外とだから、なんでキットをやったかっていうと、前回このウグイスのキット買ってやってること同じなんですよ。床下固めてとかだった。床下固めて、屋根つけてって。だその同じ床が2本もしょうがねえなと思ったらやってます。一応ね、床上で買ったのがこっちですね。この一番長いやつ。横浜でどれ買ったんだっけな、きっと。一番ね、これですね。103系グリーン引く。多分これですね。1230って、これ多分ね、横浜にしかなかったのかな。ちょっと今のイメージ見てるか。
してくださいね。それでちょっとまあこっちで出しとくんで。ですね。で、あとはね、わあ、なんかにヒリッコとした。で、あとはね、この欲しかったイネタ、ね、とか、パーツですね、それかそれかって感じ。一応これをね、この後ね、紹介しますんでね。よいしょ。紹介しますんで、どうする、どうする、シートミオットの紹介する。で、こっちがこっちですね。これが2点目で買った、渋谷こっちだ。一応こっちが2点目で買った渋谷っすね。一応もう一個のキットですね。1235T なんで。こっちっすね。こっちの小判型の、オレンジ。ね、これが確かに、ね、大井町と渋谷にしかないのかな。で、まあ、どっちに新宿行くんで、横浜から大井町行って、まあ、新宿でもめんどくさいんで、まあ、ちょうど東横線で渋谷まで1本で行けて、まあ、そのまま、埼京線とかで、行けるんで、まあ、今回、ね、渋谷の方で買ってます。その他にも渋谷の方がね、こういう、インレタ類か、確かあったのかな。ちょっと待ってくださいね。で、最後が、新宿ですね。で、ここ面白いんですけど、この TTM の856の 10A、これがね、渋谷1枚しかなくて、3枚欲しかったんで、追加で買ってるんですよね。だから、まさか3店舗でインレタ1枚使ってるっていう、チンプレイバカプレイがやってるんで。アホらしいんですよね。とりあえずそんなところでございます。一応こちらがレシートですね。で、キットの方ですね。品番 1230T は、これどっちだ？初期型？小判型か。ごめんなさいね。ライトがたまに映っちゃうんで。一応これですね。ウグイステム4トロケなんで、正体なんですよね。これなんか池袋と、ごめんなさい。渋谷と新宿もともとあったんだ。もう俺基本的に1店舗目で、なんつうの、売ってるやつは全部買ってってタイプの人種なんで。で、あとね、あとこっちですね。オレンジ。一応この低運転のフルゾー。これがあれですね。新宿にしか在庫なくて。あれ低運転だよ。4両トータル系。品番が ?12、あ、これ違う。品番が 1235T どっちだったっけ。そうですね。これ渋谷で買ってんな。俺もいまいち分かってないんだけど。まあそうですね。渋谷と新宿になったんだ。俺、新宿、あれ渋谷で買っちゃったよ。で、もう一個の、あれですね、丸めの方のオレンジが一応こっちなんですけど。一応、ごめんなさい。一応ここっすね。一応ね、103系初期関西オレンジ 4両とだけってことで。一応これが、ね、大井町が渋谷にしかないってことで。そっか、新宿にキットいらなかったんだ。まあ、どっちみちあれっすかね。どっちみち、インネタで新宿、渋谷飛んで、新宿飛んでるんで。まあ、大したんですけどね。一応こんな感じで、キットが、まあ、3箱それぞれって感じですかね。そっか、新宿で減ったんか。そこまで確認しなかったんだよ。で、ちなみにこれ俺がやったのはちょっと一昨日の火曜日ですね、27日。でね、店員さんがね、なんかね、いろんな店員さんがなんかね、渋谷、ごめんなさい、横浜と渋谷はね、新宿はね、ごめんなさい、横浜と渋谷か。なんかね、いろんな数えてたんで、多分棚卸しなのかなと思ったんですよね。だからその棚卸しで在庫ができてた可能性もあるんで、多分、ね、俺が行った時はね、なかった気がするんだよな、まあ、すいませんね、って感じでございます。レシート袋、レシート袋。なんだこれ。あ、これがその時のキットか。ちなみに今回キットが、定価でいくらだっけ？定価の2割引きなんですけど、4000円くらい違うんだ。結構でけえな。よいしょ。まあ、ちなみに本当に今回ね、ちなみにパーツだけで、ね、今回7万8000円なんですよ。一応こっちが47と、ちょっと下方にしますけど、47と15で、47と15で、この時点で62。で、こっち合わせて、77ですね。だいぶ7万8000円使ってるんで、今回。本当にキットとパーツだけで。まあ、完成品買ってないんで、ね、まだ安くするんですけど、これ完成品買ったらえらい金額になりますよ。で、細かいパーツ類ですね。まあ、今回は本当にパーツの紹介だけなんで、加工でこの後の動画でバンバンやっていきますんで。パーツとこっちか。ごめんなさい、パーツなんですけど、カプラーに関してはもう全部こいつらくっつけちゃってるんで。カプラーはどうされるんですか？いつもの GC6392、103系の、配管付きのカプラーと、0339ですから、首が長いやつの、黒のカプラー使っております。で、今回買ったインレタ類が全部こちらっす、ね。今回、うわぁ、びっくりした。あ、そっか。インレタ作業してるから爪痕が2、3本入ってたんだ。忘れてた。危ねえ、危ねえ。普通に自己依存になりかけて。つまり引っかかっちゃった。ちょっと待って、この脚立の微妙な味にね、これ脚立がもう歪んでるからね、たまに引っかかるんですよね。一応今回買ったのは、ね、前回買って失敗したのもあるんで、追加で買ってますが、こちらですね。世田谷線のネタが373と374。一応今回の大阪環状線の方が、天王寺とか、大阪環状線、一応こっちの方が必要になりましたんで、新たに1枚調達しましたで、ビントがあってない。で、もう一個こちらですね。こちらに関しては、まあ、今回、ウグイス熱がね、1本、蘇生されましたんで、それ用のあれですね、まあ、京都にするのか、宇治にするのか、まあ、この辺の王子とかね、まだ行き先決めてないんで。あ、決めたわ。確かね、運行決まってて、NS の409だ、今回確か。NS の409はね、50A って運行番号かな、確か、俺の記憶だと。ごめんなさい、NS の409あれだ、48A だ。一応ですね、NS の409が、ここですね。48A、60A も奈良行きになるんで、これ大丈夫かな、奈良行き足りるか。奈良行きどこだ。うわぁ、これあれだ、京都に宇治に鴨になんか余力してるから分かりづらいな。俺、目悪いんですよね。マジで目悪いからさ、きついんですよね。ここが桜井で五条で。高田？わかんない。天理、柏原。
ならここにあるのか。ってことはこの辺ですか。あ、この辺であったと。一応ならここっすね。一応ここの一角で、扱い的には。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11両分しかないか。12両分ってことは6両か。まあギリギリって感じですかね。だからこれに関してはね、またもう一回、新たに追加したいと思うんですけど、これ多分1枚ずつしか届かなかったんで、そもそもあれですよ、店に在庫があったらどんぐらいかわかんないと思いなさい。で、ちょこちょこ、ね、今回のそのひねのうんこ番号、一応、今回作りたいのが、NS409 が 48A が、どこにあるんだ。一応ここっすね。48A がここ。一応これ、1個で2枚揃うんで、呼び込みで買ってまーす。呼び込みで、もともと2枚必要なんで買ってまーす。で、次ですね。今回また別に NS の400だな。7000で買ってる人は最後に103件2本がいるんで、その50円も一応ここっすね。一応ここに、50円。そして、前回買った、ブルードウィスですね。あれが大阪環状ですけど、運行番号こちら A の51ってことで、ここっすね。ちょっとここで、今回区画が2両なんで2枚買ってますからね。だから失敗したら終わりなんで、もう1枚追加なんですね、これ。で、あとはそうですね。今回作ってる、今回まあそうですね。ウグイスのキット。今回追加で買ったではないかというと、モアのユニットがスカイブルー残ってるんで、多分分かる人分かるのかな。YouTube で検索すると一発出てるんですけど、103系の NH405。一応これっていうのがなんか奈良線から4両が、どっかに飛ばされ、浜線からに飛ばされて、残ってたのがそのスカイブルーの2両のモアユニット入れて6両組んだっていうのが、その NH405 回なんで、まあそこっすね。回って書いてあるから、面白かなかった。で、最後ですね、オレンジ、まあ、今回のオレンジのこのキット買ったんですけど、森の12ってことで、うんこ番が 8M ですね。一応こちら 8M とかにあるんで。あれ 8M? あ、そうか、8M ねえのが一桁。しょうがないんで。あれ確か元々キットってボディ白いような全面って違ったっけ？違った。こっちだった。確かね、全面のうんこ番号は元々印刷は白いはずなんですよ。ごめんなさい。下地がバッチリついてた。しょうがないんで、これはどうにか考えるか。そうですね。そこは最初 8M。でも一番見多かったのに、ね、8M のうんこ番号が多かったんで。どうしようかな。一番いいのはここか。ちょっと下の方にね、ここ空白があるんですよね。なんか0なんとかへ。最後、ここの部分切り刻めばどうにかなるかな。まあ、あまりもったいないんで、むやみなことはしてくれないんですけど。とりあえず切り刻んでみて、そうですね。まあ、とりあえず、この辺の余ってる8A、特にいろいろ8あるんで、まあ、68A 使ってから、でここの空白で、頑張って埋めてみたいですね。まあ、うまくいくかわかりませんけど。よかった、2枚買っといて、ただ3枚じゃないんで失敗しました。失敗して終わりですからね。ちょっと気をつけます。まあ、そうですね、今日一応今朝の6時なんで、まあ、一応この後の今日ね、ちょっとね、買い忘れたパーツがあるんで、1個買い直しに行きたいんで、東京まで。もし秋葉原行くのか新宿行くのかちょっとわかりませんけど、とりあえず行くんでね、まあ、失敗したらその時のためにまた買い直したいと思います。で、一応今回の103件の成績、今回買ったキットのやつらが、キットのやつこっちだ。ちょっと待ってください。キットじゃねえ、中古じゃねえ。一応これがもともと全部中古で買ったウグイスとスカイブルーの4たす6なんですけど、4たす4か。なんですけど、一応こういう感じでね、まあ、優先席は印刷がいいんですけど、こっちの車両はドア広告があった、ごめんなさい、ピタッドア広告があったりなかったりで中途半端だったんで、今回張り替える目的で、今回買ってきました。一応こっちのベースの方はね、貼られてるんでうまいんですけど、ただ難点があって、103件調べたら、広告ってね、ここ見て分かると思うんですけど、ここ広告の下があるやつとないやつ、まあないやつとあるやつがあるんですけど、これね、モハユニットが全部あるやつで作られてるんですよね。だからここ削らなきゃいけないんで、まあ、失敗してもいいようにね、今回多めに買ってきました。一応3枚ですね。こっちはトレジャータウンの品ネタで、さっき言った856の10S ね。一応これ現在、横浜と渋谷在庫ないんで、フォロー欲しい方は新宿行ってください。すいません。ごめんなさい。そしてこちらですね。今回103系、まあ、所属表記がね、今回買ったキット、所属表記変更しますんで、買ってきました。一応こちらですね。白用で。使うのどれだっけな。わー、白ピンとかね。多分使うのはね。この辺かな。この辺にはなんか金ならかなんか使ってね、とりあえず青から、なんか代替でいってるって感じにしたいと思います。で今回ね、ウグイスのやつもきっとおまけで買ってますんで、一応ね、2枚買っております。一応、そうですね、こっちもまあ、金ならとかあるんで、ところどころね、所属表記剥きかけてますんでね、この辺は修正したいかなと。一応こちらですね、一応こちらもね、金ならありますんで、まあ一応1,2,3,4,5,6、7両分か、7両分あるんで、多分大丈夫かなと、一応2枚買っております。これ3枚買ってます。あれは俺なんで黒3枚買ったんだろう。まあいいや。そうですね、まあウグイスに関しては、まあまあ、7000、確かにそうですね、まあ7000か。まあそうですね、一応今回買ったら7000が、まだまだいっぱいあるんで、まあそこならマシか。で、今回ね、買ってきましたのがこちらですね。で、これ本当はね、もうちょっと欲しかったんですけど、横浜に在庫機種なんて、ごめんなさい、こっちやね。これです。グリーンマックス製の103系の完成型、側面ルーバーってことでね。まあ、今回のこのグリーンマックスのやつ、
そうなんですよね。あのルーバーがすっげえ印刷薄いですよね。これ、まあ、たまたまサハのボディなんですけど、まあ、サハでもたぶんモハでも共通のボディなんですけど、これね、ルーバーがあるのかないのか分かりづらいですよね、光加減によってじゃなきゃ。まあ、こうやって見るとあるんですけど、肉眼こうやって見るとね、全然ないですよね。だから肉眼で見ても、まあ、あるぐらいのしか光感覚で分かんないんで、まあ、今回ね、そのルーバー、作るために今回買ってきました。初めてなんですよね、このエッチングパスカルの。一応、それのジグっすね。それのジグが、一応1個と、まあ、ジグ1個あればね、足りるかなってことで1個買っております。あとね、今回もともとその、中古で買ったこちら、こちらのウグイスの方が、この、前面のやつが入ってますんで、これはあれかな、プライマー塗った方がいいのかな、どうなんでしょうね。一応見た感じ、この金色っぽいんで、まあ、多分銀色に塗装しなきゃいけなくなるんで、まあ、塗装はしますけど、一応前面の鼓膜、失敗しても4に3セット、まあ、元々今回ですかね。こっちのクハが、1セット分と、あとは、オレンジが2セット、ウグイスが3セットなんで、まあ、4セット必要なんで、まるまるこれ1枚いけるんですよね、失敗しなければ。1枚というか、ここ1枚つける感じか。あ、ごめんなさい。1枚だってるか。これ1枚丸々切るんで、失敗しても4人今回3枚使ってます。俺は今度失敗するんで、絶対3枚買っております。であと、ワイパーですね。まあ、今回、ウグイスの元々のやつがワイパーなくしちゃったんで、非常に、まあ、どういう感じで穴開けていいのかわからないので、どうなんでしょうね。まあ、何ミリで穴開けろっていうのもさ、書いてないから。わかんねえんだよな。まあ、これちなみに何ミリだけでかわかんないんで、まあ、最悪、足の部分折って、接着剤でパーンってやることもできるんで。あ、一応そうか、もともとウグイスが穴入ってるんで、それに針合わせるか。でも俺問題は3ミリしか持ってないから、これ多分1ミリっぽいんだよな。一応これ説明書があるんで、ちょっと後で説明書を開けてみましょうか、先に。よいしょ。よ、書いてねえや。一応こっちのワイパーがどこしか書いてないんで。感じのキットなんだ。まあこれあんまり金属、あ、これ大丈夫だ、袋が入ってる。これあんまり金属パーツなんです。全然サウンド良くないんですけど。そうそう、これどうやって取り付けるんだろう。多分エッチングパーツなんで少しは多分多少折り曲げたりは効くはずなんですけど。一応こういう感じ、なんか窓差しにうっすら穴開けて入れるみたいですね。それが何ミリなのかわかんないんだよな、パッと見。この金属パーツ、見たそうでもいけそうだな。意外と、いや、待って、意外と未塗装でいけるぞ、これ全部。ルーバーが絶対無理なんですよ、これは。いや、ただね、これはいけるぞ、未塗装で。全然無理だった。あ、でも金属感出すために。待って、そもそもこれあれじゃん。俺、これ確か外れて取り付けてるんだけどさ、接着剤で無理やり。前の人塗ってなくね？そんなになんかこのさ、塗られた感がないんだけど。肉眼で見るとね、大して変わらんよ。なんか若干塗装が剥げてる気がするし。よし、決めた。このエッチングパーツ未塗装でいこう。ラッキー。まあ、一応今回あれ買ってるんですよ。あのプライマー。プライマーじゃねえや。プライマーか。あの瓶のプライマー買ってるんで、あの筆、うちにあるんで、まあ、それで塗ったりもできるんで、一応プライマーも買ってあるんですよね。で、今回塗装もね、ほんとはこっちのあの、なんか濃いめのウグイスにしたかったんですけど、これの標合、間違えた。標合配合量が、配合度量が分かんなかったんで、一応純正の、青22号と、あれ、ちげえわ。緑6号かなんかと、黄緑6号と青22号って感じの塗料買ってきてますんで、一応あとはね、そうですね、まあ、プライマー塗ってルーバーなんかは、まあ、そのままそうですね、まあ、塗料吹きつければ、まあ、いけるんで、そうですね、多分、うちにあるウグイスがね、色バレちゃうんですよね。まあ、これはしょうがないんで、もともとこれ多分、前の人が配合した塗料のはずなんで、純正で調べてもこの塗料があんまり何か分かんなかったんで、多分塗料と塗料を掛け合わせたと思うんで、うちはあの、あれ持ってないんですよ、その、なんていうのかな、スプレーカメラあるんですけど、あの、なんだっけな。あの塗装する機械のやつ、あっちの方俺壊れて、あの捨てちゃってるんで、だからそうですね、持ってないんですよね。だからまあまあどうにか買えばどうにかなんですけど、あれ結構めんどくさいですね、掃除したりするのが。なら缶スプレーの方が楽だなってクソみたいな理由で。とりあえずでもこれどうしようかな。まあ金属パーツのままでもいいんだけど、まあ実写見ると結構銀色感が強いんで、これ確実に黄色なんですよね。まあ最悪はプライマー塗って銀塗るだけ塗りましょうか。うち銀あったっけな、予備知らねえんだよな。銀塗る買ってね、そうそう。そうですね、まあそれも最悪は買うか。まあでも取れだったらそうですね、まあ多分うちの銀の塗料あったはずなんだよな。どうしようかな。でもね、これ前の人の見る限りね、そこまでね、あのプライマー塗ってるってね、ねえんだよな。俺ちょっと。ちょっと俺でもいいや、これあの同じ説明書あと2枚あるから。一応今回このワイパー類もね、方向膜に3つとワイパー3つ買ってるんで。
ワイパー3つも多かった気がしますね。最悪そうですね。ワイパーは、まあ、3つでもいいかな。とりあえずこれ、どこに刻印があるか。あ、こっちに刻印。あ、これ裏側か。刻印としては全然わかんないから、これ後で調整確認しておきます。一応ワイパーさんがね。で、今回ね、これが本当はね、3つ欲しかったんですけど、横浜にしかこれそもそも在庫なくて。あ、そうだ。だからこれ、あ、だから切って買わなかった。そう。これがね、本当にいいもん、横浜しか在庫なくて。しかもこれ、残りの1個しかなくて、よかったんですね、変えて。一応これ、ルーバースね。だからこのリッティングパーツ、塗料で塗って、まあ、ここにつければ、どこまでの表現になるかわかりませんけど。そうですね。まあ、メリハリ感が少しでも出てくれたらいいかなと思うんで、ね。まあ、最悪、そうですね、試しに、一応何個あるんだ ?1、2、3、4、5、6、9個か。一応36個あるんで、給料は一応、模範ユニットだけで言うと8編成にはなるんで。まあまあ、そうですね。一応、気が向いたら、この辺のリッティングパーツはね、ゆっくりつけていきたいかなと思いますけど。そうですね、まあ、でも、あ、そっか、別にボディを塗装する気がないんで。あれでもあれだよな、エッチングパーツって、これうっすらあれだよな、ボディに軽くなんか 1ミリぐらい、1ミリかなんか。ちょ、だからこの裏が穴隠れる大きさで1ミリで穴開けて接着剤で固定するんだよね、確か。違ったっけ？確か俺接着剤で固定と教わったんだけど。どうなんでしょう。どうなんでしょう。わからん。まあいいや。一応ね、こういう感じのパーツ買ってます。まあ一応基本的だから、そうですね、使うのはこっちかな。一応自分も買ったんだよな、もうバカみたいだけど。ルーバーパーツ P の6ギガ合ってるわ。すいません、ルーバーパーツ P の6ギガだったら達者製品も強すぎますけど、知らねえんだよ、達者製品。まあいいよ、そんな感じかな。一応、尺的には今、無駄なしすぎて21分なんで、まあそうですね、この後、どうしようかな。まあ、室内灯は今回、こいつらのキットを買わせてもらえなかったんで、予備の、キットないんで、まあちょっとインネタ貼って、そうですね、こっちのボディとか、一部いじくりながら、こねくり回していきたいかなと思います。こねくり回しは、言い方ですけど、ね、あれ、ところどこ行ったっけ。使えるインデータに古いやつから使ってるのがモットーなんで、一応これも置いておきますけど、感じですかね。まあ、一応そんなところでございますので、そうですね、とりあえず今、どれくらいかな、案内できるのは。そしてこの後ボディとか組んでみて、どうするかっていうのは決めていきたいかなと思いますので、この後の動画ちょっと見てみてください。ではまた次回の動画で終始ありがとうございました。